いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思っておりますが、百田さんらですね、安倍応援団が自民党批判に転じた理由とは、日本保守党、国政選の初陣へということで、衆議院東京15区補選の内容を東京新聞が出しております。結構まともに記事が書いてある。どうした？どうした？東京新聞といえば、河村たかしさんのことが大嫌いで、むちゃくちゃな書き方してる東京新聞と中日新聞じゃないのかというふうに思ったんですけど、まあ記者の方はね、結構まともなこと書いてることが多いのかなというふうに思いました。宮尾さんって言ったら、前なんか河村たかしさんがにちゃにちゃ笑ってたみたいなこと書いてた人じゃなかったっけ？まあ違うかもしれないですね。まあ読んでいきましょうか。4月の16日告示まで1ヶ月を切った衆議院東京15区補選ですね。2023年9月に決闘された日本保守党国政、初参加ということで、代表を務めるですね、サッカー百田直樹さんがですね、安倍晋三元首相ですね。ああ、もう2年経つんだね、本当に。まあ、そうですね。そっか、2年か。まあ、置いときましょう。はい、ごめんなさい。とのですね、親密な関係で知られ、安倍政権のね、応援団の一人だったということで、まあ現在はね、自民党批判に転じているその理由とはということでね、言及されておりました。ここでね、いろいろとね、ちゃんと調べて書いてるんですよ。ね、自民党を上回るフォロワー数ということで、日本保守党は3月5日ですね、東京15区補選イスラム思想研究家 YouTuber としても活動する新人飯山あかりさんをですね、擁立発表。記者会見にはですね、代表者の百田さんと事務総長を務めるジャーナリスト有本香里さんが同席ということで、日本保守党の X のフォロワーですね、いわば公式アカウントを見るとですね、フォロワー数は33万人を超えてると。すでに自民党のね、約25万人を超えて、立憲民主党の約19万人を上回っていると。3月9日にはですね、党員数が6万人を突破したことを発表し、その数はですね、国民民主党3万6000人余り、2023年の代表選で投票権があった党員数、サポーター数で換算していると。で、日本維新の会はですね、約4万人より多いと。ちなみに党員になるためにはですね、一般党員は6000円、年6000円払っていただいて、党の財政をね、支援しますよということで、特別党員の方ならですね、年2万円が必要だということで言ってるんですね。じゃあ実数値どれくらいなんですかって話なんですけど、これ比較対象ないじゃんって話じゃん。高いかもしんねえし、安いかもしんねえしっていう話だと思うんですけど、ここはね、やっぱね、自民党をね、意識してるのかわかりませんが、一般党員とですね、特別党員全く同じぐらいの金額です。高くもないし、まあ基準値ぐらいですね。日本維新の会ともそんな大差ないし、国民民主党ともそんな大差ないし、っていうか多分日本、保守党が多分、安い方ぐらいの感じだと思う、多分。それぐらいですね。はい。まあ、年6000円だからね。まあだからといって党員になれって話じゃないのでね、皆さんね。一番大事なのは何かって言ったら、財政面も大事なんですけど、選挙で勝つっていうことがすごく大事なので、なんていうのかな、財政的に自分たちの生活が苦しくてっていう方々は、いや、それはもう全然構いませんと、いうふうに僕は思ってますよ。はい。ね、応援することはいくらでもね、やり方ありますからね。はい。さあ、それでね、読んでいきましょうか。共同代表の河村隆史名古屋市長ということで、百田さん代表のね、名前で発表された決闘宣言の中で、こんな書き出しでね、始まりますと。日本ほどね、素晴らしい国はないと私は断言できる。神話と共に成立し、以来、およそ2000年ですね、万世一系のですね、天皇を中心に一つの国としてね、続いた例はですね、世界中どこでもないと。これはね、本当にその通りなんだよね、マジで。これ自体はね、奇跡と言えるんじゃないかということを言ってるんですね。で、余談だがですね、日本保守党の名称に関しては、1955年のね、自民党、結党時の、まあ、同盟公募の関係で、ね、最も多くね、寄せられた候補でもあると。で、ここでね、すごく大事なんですよね。日本保守党の重点政策に関してはですね、国の国体、伝統文化を守るということと、減税と国民負担率の軽減ですね、議員の過業化をやめ、移民政策の是正など8項目が存在していると。で、減税とか議員のね、過業化をやめるっていうのは、党の共同代表を迎えたですね、河村隆史さんのですね、名古屋市長のカラーだと。伝統文化を守るっていうのは具体的な中身はですね、名古屋市の天守閣に関する木造復元の完遂も挙げているということを言ってました。これ結構大事だと僕は思うんですよね。これ前にも動画で、しましたが、名古屋市って結構そういったね、なんていうのかな、まあ、観光、なんていうのかな、まあ、観光するためのね、なんていうのかな、スポットってあんまないんですよね。嘘だとかって言うかもしれないけれども、ショッピングはあるよ。ショッピングはあるけれども、京都とかですね、まあ、東京もそうなんだけど、そういった地域に比べてはですね、その伝統的な文化財があんまりないんですね。なので、名古屋城っていう天守閣をですね、まあ、構えて、いわば一つのね、名古屋市の、まあ、トップのですね、観光スポットにするっていうのは、ある意味いいんじゃないか。特にですよ、リニアモーターカーが繋がったらですね、大阪、東京、名古屋っていうね、この三国のですね、トライアングルの中で、まあ、いわばその羽田空港からですね、まあ、降りてきた外国人観光客が、その、リニアモーターカーに乗って名古屋行きます、大阪行きますっていう、この、
通勤の関係ですよね。で、そこで、まあ、観光スポットがあったら、一回ちょっとそこ見てみようかっていうので、お金を落としてくれる観光客がいたらですね、それこそ、市政の中ではですね、やっぱ、お金を落としてくれる人たちがいっぱいいるから、プラスになっていくよねっていう発想になりますよね。これはすごく大事だなというふうに思って、あ、やっぱ財政面のことちゃんと考えてるんだなっていうふうに思いました。だから、川村隆さんね、かなりね、僕、日本保守党を迎え入れて正解だったんじゃないかなって、思いますね。で、有元事務総長はですね、河村氏についてですね、名古屋市の市税をね、引き下げたりということで、これすごいよね。いや、あのね、メダルかじったかじったとか、どうたらこうたらとかって言ってる人たちいるんだけど、そんなことどうでもいいんだよね。マジで国民の方向向いてる人なんですよね。で、名古屋市内のね、国有地の中の、まあ、いわばですね、領事館へのね、払い下げの関係を中止したとしてですね、その行政手腕っていうのを高く評価されていると。かつて民主党の衆議院議員だった河村氏ですけれども、近年はですね、日中戦争時の中で、日本軍ね、捕虜をされたね、殺害された軟禁事件について、なかったのではないかということでね、朝日新聞がめちゃくちゃね、批判するコメント残してました記事があったんですけれども、そんなことどうでもいいんですよ、僕からしてみたらね。なんていうかな。彼の思想なんだからね。彼の歴史的な解釈だったんだから、そのことについて言及する必要性ないと僕は思うんですけど、右翼的なスタンスを強めていく。ね、右派的なね、スタンスを強めているということで言及されておりました。さあ、ここからですね、この勢い立っているというか、まあ、勢いをですね、ちゃんと言語にされてますね。5年以内に政権を取るということを宣言されておりました。決闘から間もない10月の21日ですね、午後7時からで、ね、東京新橋前でね、開かれた党の街頭演説説明会、百田さんの川村さん、そして有元さんですね、が参加され、土曜日の夜にもかかわらず、SL 広場の関係ではですね、埋め尽くされた聴衆で集まったと。埋め尽くす聴衆が集まったと。日の丸の旗をね、手に持つ人は思ったほど多くはなく、スマホで動画を撮りながらですね、静かに耳を傾けるですね、人がね、目立ったということで言っております。ねえ、これすごかったよね。本当に。もうこういう、これがね、民主主義の根幹よ、というふうに思ってしまいますよね。さあ、その次です。百田さんですね。大阪答弁の関係、大阪弁の関係ですね。軽快なトークで、1年でですね、自民党を脅かす存在になる5年以内にはね、政権を取り、河村氏と代表ね、代表選を戦うとなどね、ぶち上げですね、聴衆を沸かせたということで、いや、これ見てみたいね、本当に。正直な話、僕はですね、衆議院の解散総選挙と、プラスアルファですね、2025年の参議院選。僕は何度も言っておりますが、2025年の参議院選が一番ネックなんだというふうに言っております。ここでね、まあ、最悪5議席ぐらい取るんではないかと、ずっとね、予測してるんですけど、5議席取ったらすげえよ、本当に。もう冗談抜きですごいよ。一気に国民民主党とか、あと、なんていうのかな、日本維新の会レベルのね、影響力を持つことになるからね。それはすごいよ、本当に。だって、参議院選で大選挙区じゃん。比例区だけで 5議席取ったらさ、もう選挙区でも取ってんじゃん、どう考えても。取る可能性高いじゃないですか。それすごく大事なんですよね。で、参議院選で、やっぱね、議席数を獲得することができるってことは、どういうことを指し示してるか、皆さんわかりますよね。政党助成金が入ってくるんですよ。で、政党助成金を広告に使うとどうなるかって言ったら、もう皆さんわかると思いますが、中間層に向けてですね、まあ、政治に行かない人たちにもそうだし、政治にね、興味があるんだけれども、日本保守党のことを知らない人たちに対してもですね、アクティブ的にマーケティングをすることができると。そうなったらどうなるかって言ったら、どんどん衆議院選とかでね、拡大することができると。まあ、自民党とか、まあ、まあ、もしかしたらね、自民党ももしかしたら倒れるかもしれないけど、ね、倒れた時はどう、ね、また有元の姉さんが、ちゃんとなんかいろいろと戦略を練ってやっていくとは思うんですけれども、何が言いたいかね、そもそも自民党って衆議院の解散総選挙2年に1回やってるんですよ。ね。で、2年に1回解散総選挙やってって、参議院選のね、関係に関しても3年に1回でしょ?ね。そうなったら、5年っていう言葉っていうのを、真実味が増してるんですね。で、何を隠そう今回の東京15区の補選。これ、飯山さんが当選したらどうなるかってことなんですよ。で、これがすごいずっと大事なんだよ、皆さんっていうことをね、ずっと言ってたのは、そのことだったんですね。だから、飯山さん今回当選したら、もっともっと広がっていくと思うし、もっと衆議院の中でですね、新人の候補で出てきて、もっと言うとですね、今まで政治ね、あんまり、政治に関してはね、なんていうかな、関わっては来たんだけれども、なんていうのかな、普通の13歳のね、お母さんが当選するっていうのは、何を隠そうね、国民の鏡でしょ?みんなが思ってるところでしょって話なんですよ。だから当選してくれてずっと僕は思ってるんですよね。ね、もうそこなんですよね。で、まあ5年っていう数字っていうのもブーストがかかっていくと僕は踏んでるので、飯山さん頑張ってねっていう風に言ってるんですけどね。まあ5年で政権取るんだったら、まあ東京中国の関係取って、そして東京都知事選で有元さん出して、衆議院の解散総選挙がもしかしたらサミット終わりになるのか、それとも、自民党解散総選挙後になるのかわかりませんけど、少なくとも今年やるか、もしくは来年の衆参合同で、選挙するかもしれないという話になってきたら、まあ、すごいことになるよね、と。話ですよね。はい。
さあ、読んでいきましょうか。次ですね。百田さんといえばですね、まあ、右派の論壇の中ではですね、発信力を持つ論客の一人で、自民党のですね、保守派とのね、関係性に関しても深いと。2015年の6月にはですね、自民党の若手議員らの勉強会に招かれ、米軍基地問題だったりとかですね、自民党政権に対する批判的なね、論調っていうのを、まあ、琉球新報とかね、沖縄タイムスをですね、念頭に、まあ、本当に沖縄二つのね、新聞絶対潰さなあかんということで発言して物議を醸していたということで言っております。まあ僕正直な話、どうなんだろうなっていう。まあ最近結構ネットが普及してきて、沖縄のことね、僕結構話したりとかすることあったんですよ、最近ね。で、どうなんと。ね、君たちどうなんっていう話をしたりとかしたんですけれども、その時に、これね、面白いんですけど、これすっげえ面白いんですけど、まあ、俺たちの親の世代とかね、おじいちゃんおばあちゃんの世代はまあそういうこと言ってるかもしれないけど、僕たちは結構あれですねって、新聞が書いてることよりもネットのこと信じたりしますよということで、若い子たちの方が、なんかこう余白があるというか、なんかこう、行き着くっていうか極端な思想になってないっていうのがね、見て取れたので、それはすごく素晴らしいなというふうに思ってしまいました。まあ沖縄の未来も暖かいじゃない、ごめん。沖縄暖かいよ。沖縄の未来もね、明るいんじゃないかな、というふうに僕は思ってしまうんですよね。そういう姿を見るとね。まあ、そんな百田さんがなぜね、自民党に矛先を向けるようになったのかということで言ってたんですね。これちょっと面白いです。LGBT 理解促進法ね、は違うんじゃないかということでね。百田さんは新党立ち上げた最大の理由っていうのがですね、2023年の6月に成立施行された性的少数者。ごめんなさいね。ごめんなさい。ほんと、下にね、今口内ができてて、喋りづらいんですよ、ほんと。LGBTQ ですね。への、ね、理解増進法だと。法案に関しては2021年に与野党のね、超党派で合意したという内容に変更と。多数派の配慮したですね、すべての国民が安心して生活できるように留意するとのですね、条項が設けられたために、ね、立憲民主党や共産党などはですね、反対した。保守派のですね、意向を踏まえた形になったものの、国会採決や自民党からもですね、造反者が出たということでね。百田さんはですね、2023年の10月17日結党会見の関係で LGBTQ 理解増進法に賛成した自民党にちょっと違うんじゃないかということで怒りをぶつけられておりました。日本保守党の重点政策、伝統文化を守るにはですね、学校における、まあ、理解、増進教育の推進を定めた条項をですね、法律から削除することも盛り込まれているということでね。まあ、これはですね、百田さんのニュース朝8時のショートとかでも回ってましたよね。まあ、なんていうのかな、LGBTQ のですね、性教育に関する内容だったりとかっていうのを言って、なんていうかな、教育条項の中に、ね、教科書の中に含まれてたりとかしたら、それこそね、子供たちには悪影響じゃないのか、みたいな話をされてたりとかしました。いや、これは本当にその通りだと思うし、もっと言いますけど、今回の LGBT 理解増進法の何がいけなかったかって言ったらですね、少数、なんていうかな、いわば、これもね、英語で言おう。ごめん。マイノリティ側にマジョリティ側が合わせなさいよって話をしてたんですよね。で、まあ、そこまでだったらまだいいじゃないですか。少なくとも、マジョリティ側がマイノリティ側にね、寄り添うっていうのはすごく大事だと僕は思いますよ。だけれどもね、そもそも、マイノリティ側がね、マジョリティ側の方のですね、権利とかっていうのを侵害する可能性があったし、もっと言うと、それを利用した犯罪者が一部分現れてもおかしくないよねっていう状況下だったんですね。で、何を隠そうですね、この理解増進法が施行されて運用されてきてからですね、その自分女装した男性がですね、女性専用車両行ったりとかね、お風呂覗き見したりとかね、犯罪が出てきてるということなんですね。まあなんだっけ、どこだっけ、和歌山だっけ、なんかそこら辺で出てたよね。もうすっげえこういうことが起きるでしょっていうのが、もうそもそも予見されてたのにこれをね進めたんですよ。何を隠そう、 G7 サミットの関係で、まあ、多数国の方ですよね。特に日本と関係値が深いアメリカだったりとか、その他諸々の人たちから言及されないようにするためですよね。ちげえだろって思うんですけどね。はい。まあ、そんな感じでございます。ね。さあ、ここの後にですね、まあ、百田さんは中国の脅威に対して何もしてないということで、岸田政権の外交にも矛先を向けていると。まあ、本当その通りですよね。今の岸田政権に関して僕はもう全く、中国の脅威とかどうでもいいっていうふうに見て取れちゃうし、もっと言うと、あの人ってさ、なんであんなにさ、国民の方向向かないんだろうね。いや、もう向いた方がいいよねっていう状況下になってますよね。なのに自分は、なんていうのかな、まあ、岸田さんがやってることがなんで正しいのか正しくないのか知らないけれども、自分が正しいって思ってないんだろうね。思ってんのかな？思ってたらさ、内閣支持率下がってたらさ、普通にわかるはずじゃん。あ、なんていうのかな、自分が正しくないことをしてしまったから、内閣支持率は下がってしまったんだっていうふうにね、思うんだったらわかるんだけど、
多分彼のことだから、自民党の裏金議員のことを言及したから、裏金議員の問題が発覚したから内閣支持率が下がってるんだっていうふうに思ってると思うんだけど、その前から内閣支持率は下がってたからね。LGBT 理解増進法がそれが一番、まあ、ネックだと思うけど、そこからどん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 支持率が下がってって、最終的に裏金問題が発端となって、支持率が 17% とかなってるわけでしょ。うん。だから、まあ、あ、そっかそっか、ごめんごめん。理解してないんじゃなくて、理解、できてないんだよね。広いよね、本当に。まあ、そんな感じですよね、相当。さあ、その次でございます。2022年にはですね、参政党が参議院でね、1議席獲得ということで、2022年参議院選ではですね、憲法9条への自衛隊の明記っていう選択的に、ね、夫婦別姓の反対に関して、右派的な、ね、政策を打ち出した、いわばですね、参政党が国政選挙の初挑戦に関してで1議席を獲得していると。同様政策に掲げですね、X のフォロワー数とか党員数は着実に伸ばしている日本保守党が今後ですね、百田さんの高い知名度を武器にですね、岸田政権に批判的な保守層の受け皿になる可能性はあるということを言ってるんですね。で、百田さんはね、河村さんと有本さん、今のところね、自身の衆議院選、参議院選の立候補っていうのはね、考えて表記してはいないんだけれども、まあ少なくとも出てきてもおかしくないよねっていう状況下なんですね。僕、有本さんは多分東京都知事選出てきてもおかしくないなっていうふうにはずっと思ってるんですよね。百田さんと河村市長はどうかな。河村市長はね、ちょっとタイミングに見計らってやりそうな感じはしますね。だけど、向こう3年はないんじゃないかなって思ってます。正直ね。今回の衆議院解散総選挙は見逃して、2年後、うん、どうかなぁ。まあ、してもおかしくないか。まあ、党員数というか、まあ、国会議員の議席数にもよるんじゃないかなとは思いますね。それには。百田さんどうなんだろうなぁ。今の仕事が忙しいからなぁ。まあ、でも、親便が国会議事堂に入れねえのか。じゃあ参議院でなっちゃえば。ね。いいこと思いついたわ。百田さんと河村市長は市長やっていけばいいから。百田さんは参議院議員で2025年の関係ね。比例区で出ましょう。ね。1位百田さんにして、大選挙区で出してですね。で、なんていうかな。参議院議員になったら、すぐ別の人に交代しましょう。そうしましょう。うん。立花さんがやったやつ。裏技みたいなやつ。1位の人が、なんていうかな。参議院議員辞めますって辞めたら、次のね、順位で当選した人に、ね、参議院議員やらせることができるじゃないですか。それで行きましょうよ。ね。そうすれば、百田さんの仕事も担保されるし、国会の中にも入っていけるからね。前任で入っていけるから。それで行った方がいいと思いますね。それで多分文句出ねえだろう、多分。ということで、衆議院東京15区補選に関しても2023年のね、4月、江東区長選の関係、公職選挙法のね、関係でございます。買収の罪で起訴された、前法務副大臣の関係ですね。衆議院議員柿沢さんに関係、一審で有罪判決で、まあ、議員辞職したということで、実施されております。で、これまでね、日本維新の会の新人だったりとか、金沢さんっていう方ですね。なんか結構女性が多いね。ね、共産党新人の小包さん。参政党新人の吉川さん、立候補。国民民主党に関しては元フリーアナウンサー発表したんだけど取り消して、まあ、ここに関してですね、ちょっと国民民主党は、公認候補を出す予定がないのか、それともですね、小池百合子の賛成を待ってるのか、ちょっと理解は及ばないんですけど、まあ、止まってると。で、日程に関しては4月の16日告示で28日投開票、東京15区のほかはですね、島根1区、そして長崎3区、同日によってそれぞれ補選が行われているということで、東京新聞の関係ですね。で、新しいちょっと試みをしてみようかなというふうに思いまして、何を隠そうですね、まあ多くの方々がですね、有本さんとかね、百田さんのことを応援してるのに、このチャンネルがですね、そういった、いわばですね、一生懸命頑張って応援してる人たちのね、まあなんていうのかな、ピックアップになればいいなというふうに思いまして、哲也さんはちょっとそれなりに有名なんだけど今日はちょっとね、有名な方々をですね、引用させていただきました。ということで、飯山あかりさんが候補者になって演説を始めた当初ですね、上昇の数はそれほど多くなかった。だが、回を重ねるごとにね、日を追うごとにその数はどんどん増えていってるようだと。選挙戦でですね、終盤差し掛かる頃にはね、ちょっとしたあかりちゃんフィーバーが起きるのではないかということで、まあ、猫組長がですね、言ってた内容についてこんだけの聴衆がいましたよっていうことをですね、言われておりました。さあ、その次ですね、ヒロトさんですね。次、昨日ね、有明ですね。マイベストショットはですね、この、伝わる一枚いかがでしょうかということで、こんな写真でした。はい。こういうことを自民党員がやってますか？立憲民主党員がやってますか？ね。
これね、支部長自らやってるからね。立候補した方が自らこういうことをやってるんですね。こういうことをですね、みんなね、アンチの方々ね、見てないんですよ。ね、これ結局さ、有本さん評価席のためにやってんだろうとかって言ってるかもしれないけど、評価席を今までやってきた自民党がやってないんだから、申請でこれやってるってことでしょ。ね。いや、うちの党って、やっぱいい党だねって思っちゃうよね。こういうの見ちゃうとね。本当に。江東区が好きということでね。井山あかりさんは日本保守党。いや、ね。有本香里さんに関しては日本保守党。百田直樹さんは日本保守党ということでね。結構いいこと書いてますね。はい。いかがだったでしょうか。さあ、その次です。ネット保守連合事務ということでね。ちょっと全部わからなかったんですけど、ごめんなさい。日本保守と衆議院東京15区補選ですね。江東区支部長の関係、飯山あかりさんの街頭活動はですね、日に日に確実に聴衆が増えてきているということで、飯山さんの関係、演説はですね、今の日本の問題をわかりやすく話し、そして聴衆の心を捉え伝わっていると。まだですね、小さな政治団体の日本保守党だが、いずれはね、日本を代表する政党になると思うということで、飯山さんのことについてね、言及されておりますが、こんなに、なんていうのかな、まあ多くの人たちが見る中でですね、堂々と話をされ、旗を持ってる方々もですね、まあ、今日は結構暖かかったからね、暑かったとは思いますけれどもね、これだけの多くの方々が、飯山さんにね、の話を聞きたいということで来られてたということでね、江東区の方々に何事かと思ったかもしれないけど、ね、ぜひともね、政治に興味を持っていただいてですね、やっていただきたいなというふうに思ってしまいますよね、こういう感じで。一生懸命頑張ってんだなと思って。いや、すごいよね。こんだけ一生懸命頑張ってる姿を見るとね、やっぱ応援してきたくなっちゃいますよね。はい、ということでね、参政党の関係とかもろもろありましたが、もう参政党とはもう今日、まあ、昨日まででね、なんていうのかな、動画、もう作らないようにしようかなと思ってました。まあ、なんかコメントでね、言われてたんですけど、もうええやんと。あいつらもあいつらでさせとけええがと。ね、うさぎさんが言ってることはすごく気持ちわかるよと。だけども、そいつらに時間使ってるぐらいなんだったら、ね、少しでも飯山さんだったりとか日本保守党のね、ためになるようなことやってくださいよっていうことで言われたんで、その通りだなって思ったんですよ。うん、その通りだわ。怒りに任せてね、なんていうんかな、言うのも良くないね。はい。そういう感じで、なんか、支持者の方々とか視聴者の皆さんとですね、このチャンネル盛り上げていきたいというふうに思っておりますので、チャンネル登録をしていただいてですね、コメントとか高評価してくれるとですね、あと、良きフィードバックをお願いいたします。良きフィードバックしていただけるとですね、いいのかなというふうに思っております。以上です。面白いと思いましたら、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。以上です。